この力があればお前はもういらん。再会できて何より。申したでしょう、この身滅びようと最後までと。よく来たの。パンベイと二人でずっと待っておった。書に寝食を忘れた末に私は死と出会った。死より授かりしは未来を見通す力。されど見えしは己が死の定め。死に抗い伊織で待ち続けたは、かの者を倒す未来を秀吉に託すため。その青き瞳に宿るは、定められし未来さえ火炎とする力。待っていたのは我々だけではありません。また会える日が来るとは。すっかり大きくなりましたね。史上はこれまで、今は喜んでばかりはいられません。あなたが倒れた後、藤吉郎は国中の霊石を奪い、その力をもって日の本を手中に収めてしまいました。あの者を止めるための手がかりは今日の平等院に。向かってくれますか。かつての友の豹変、さぞ驚いたことでしょう。大竹丸、藤吉郎についたあやかしの名です。破壊と暴虐を尽くし、人々を恐怖に陥れた古のあやかし。しかしいずこかより現れた若者のあやかしを滅ぼす刀で首を落とされ、大竹丸は京の平等院へと封印されました。ところが大竹丸の思念は
赤き目の男へと姿を変え、人々に取り付き、うつしおで戦乱を引き起こしているのです。この世を改まで満たし、いつしか己神をよみがえらせんがたま。武士の力とあやかしを滅する力、刀はソハヤマルと名付けられ、人々へ受け継がれていきました。しかし今やあやかしを滅する力は失われてしまいました。そう、私が死の間際あなたに託した小刀、それこそが砕かれたソハヤマルなのです。かつて大竹丸が封印されていた平等院、そこにはソハヤマルの秘密も共に眠っていると聞きます。その力を取り戻す手がかりをつかめるでしょう。ありがとう。あの者を止めることこそあなたの定め。どうか気をつけて。重き定めを許してください。